海流の中の島々は、アメリカ合衆国の小説家、アーネスト・ヘミングウェイの長編小説。著者の死後、1970年に遺作として出版された。この作品は1950年から1951年にかけて執筆され、1950年に出版された、川を渡って、子立ちの中へによるヘミングウェイに対する国評を覆すものになるはずであったが、 生前に出版されることはなかった。一見して完結している、この小説は、ヘミングウェイの死後、妻のメアリーウェルシュ・ヘミングウェイによって発見され、出版されることになった。この小説を構成する3つのパートには、もともと、ザシー・ウェン・ヤング、ザシー・ウェン・アブセント、ザシー・イン・ビーイングという副題が付けられていたが、それらは変遷の後、現在のように微妙に、キューバ、 ATC として付けられた。そして四つ目のパートとしてヘミングウェイが書いた部分は後にザ・オールドマンザ・シーとして1952年に出版された。この小説を原作として映画が制作された。1977年4月公開。配給はパラマウントイコール CIC。上映時間は105分。ありがとうございます。